やっほー。はい、ね、見てこれさ、なんかザラの新作でさ、また最近こういうさ、チョーカーみたいな首に巻くやつ流行っちゃうよな。かわいいと思って買ったんやけどさ、間違えて2個買ってました。同じの場合に2個あります。同じギャルしてるさ、マネージャーの夏美にあげようかな。好きそう。夏美、明日会ったらあげるね。はい、ってことで、男の子に募集した、男子が好きな内面モテする女子の特徴を教えて、ってことで、男の子にストーリーで募集しました。久々にモテ動画ってことで、皆様も待望で、ちょっとお待たせしちゃったかなって感じなんですけれども、はーい。最近モテ系も結構出し尽くしてきて、何をしよっかなみたいなとこあるので、よかったらリクエストね、あったら教えてほしいなって感じなんですけれども、早速読んでいきまーす。スタート。今日のさ、なんかさ、格好可愛くない？こういうさ、ちょっと強い格好好きなんです。ギャル的なね。はい。ということで、これはね、私の知人ですね。言葉も態度も気が使える。自分以外の知らない人に優しくできる。店員への態度とか見がち。ということで、私がお世話になってるクリニックのイケメンさんなんですけれども、やっぱりね、見てますな。店員の態度とかって、最初の頃は多分みんな意識して、でここ猫かぶってできると思うんやけど、結局どっかでボロが出るよってい こう友達と一緒にいる時とか、意外とこう男の人といないから、本命の彼といないからってちょっとボロが出がちかなって思うことがあると思うので、言葉とか態度とかどこで彼が見てるか分かんないよっていう、普段からそういう感じの態度してるとハッと気づいた時に彼の前とかでもちょっとなんかやべえみたいなことになったりすると思うので、次行きましょう。友達を大切にしてる人大事。彼ができたりするとさ、友情関係がおろそかになりがちだったりすると思うけど、意外と友達を優先したりとか大切にしてる人の方が彼からも大切されるなって気がする。全部彼彼彼彼ってなると男の人にもなんか飽きられやすかったりするのかなって思うけん、好きな人がおる時こそ友達をね、大切にした方がいいなってマジで私も思う。言葉遣いが丁寧で謙虚。やっぱさ、言葉遣い系ってさ、男子見てるよね。例えばご飯のことを飯って言ったり、美味しいをなんかうめえって言ったり、ちょっと男勝りっぽい言葉遣いじゃなくて、でたまにそれがギャップにもなったりすると思うけど、丁寧でなるべく謙虚めな、まあ、内面モテする人は確かに言葉遣いは丁寧だなって思う。ギャルマインド持ってる女の子。男子もさ、ギャルマインド持ってる子好きなんだ。これってさ、好み分かれるよね。ギャルマインドが好きな男の子もいれば、ちょっとそこまでガツガツちょっとノリノリでもみたいなタイプの男の子もいるじゃん。どっちタイプなのかなっていうのをこっちも見極めるのが大事なんだが、でもやっぱ私的にも明るくてギャルマインド持っててサバサバしてる女の子は私は好き、大好き。むしろそっちの方が好き。そうであれ全員欲しい。将来やりたいことなど自分でいろいろ考えて行動してる子、応援の気持ちから入って好きになりがち。大事。男の子って結構これ言うよな。それぞれの道でこう頑張ってる子とかに対して尊敬を抱いたりとか、自立してる女の子の方が男の子好きやなって思うけど、将来やりたいことがあったりとか夢がある子とかってのは本当自信持っといてほしい。魅力的だよっていうことをね、伝えたいです、この動画で。エミネちょっと気強そうに見えるかもだけど、ありがとうございます。気強いけど実際結構意外と周りの人たちには優しいって言われますよ全然周りの人たちに厳しくないし、悪者に対してはお前さってなるから、めったに私怒んないけどね。言うべきことは我慢せずちゃんと言える女子大事。これめちゃくちゃ大事。好きになればなるほどさ、何でも言えずにさ、彼ファースト彼ファーストでさ、自分の気持ちを犠牲にして何でも彼に歩み寄りすぎると、彼的にもなんか自分持ってないのみたいな。自分持ってる子ってモテるよね、やっぱり。何でもかんでも言うのはちょっと違うと思うけど、我慢せずに自分の意思ははっきりと言える方がモテると思います。人への気遣いがめちゃくちゃできる。モテますな。気遣いできる系女子はモテますよな。甘えられるのもいいのですが、いっぱい甘えさせてくれたら甘えるのも甘えられるのもどっちかが過激っていうよりも、なんかどっちもいけますよ、うちらみたいな方が楽しいよね。苦しい時にでもひたむきに努力してる姿を見た時、素敵だなと思う。女子よりもさ、男の子の方がさ、冷静に送ってきてくれてんの可愛いよね。女の子の方がなんかこういう男子しか無理パターンえんって感じなんだけど、男の子の方が苦しい時にでもひたむきに努力してる姿を見た時冷静に送ってくれてて可愛い。
愛嬌あるけど媚びない。大事、わかる。愛嬌あるけど自分の意見ははっきりあって耳も傾けられる、自分の意見もちゃんとあるよみたいな子モテるよね。これ結構モテるんだよ。難しいけどね、掴めたらめちゃくちゃモテるね。複数人の飲み会の時、店を出る際に最後まで残ってみんなの忘れ物がないかチェックしてる人。例えば複数人の飲み会の最中はモテようと思って料理よそったりとか隣をキープしたりして明るい女の子をよそったりとかするけど、みんながいなくなる最後の最後、人知れず気づかれない時にする行動こそ人間性が出るって思います。みんなの忘れ物がないかチェックしてる子、私もそういう子見たら、あ、素敵だなって思うわ。些細なことでもありがとうなどのお礼が言える子、彼女のそんな一面を見た時に俺もやらなきゃっていつもなってる。彼女から学ぶこと多くて見合う男になりたい。めっちゃけなげで可愛い。しかもこういうさ、絵文字を使うタイプの男の子で、彼女から学ぶことが多いって思える君の心が素敵だよ。言い方が優しい、柔らかい。情景はみんな見てるんだね。ノリがいい女の子、ボケとかツッコミができる子は一緒にいて楽しい。男友達の間とかでもできないことを自分の本命の女の子と前とかではできるみたいな、こういう関係性になったらさ、男の人って沼るなと思ってて、ノリとかボケとかツッコミとかこの人に言うならそう見せられるっていう空気感を作るとね、めちゃくちゃ有利だなって思うので、楽しいこと一緒にできるって大事だよね。内面かわかんないけど普段全然写真撮らないし SNS 全然してない子。はぁ、これってさ、ちら男の子にも言うやん。 SNS してない男の子って好感度やばい高いみたいな。逆に男の子からもこれ言われてるってことでしょ。ってなってくると、うちらが一生懸命 SNS を上げるときに写真加工したり盛ったり、あの楽しい時とかにこうストーリー上げたりとかするじゃないですか。 SNS って何のためにやるんですかね。してない子が一番モテるのにさ、モテたいために、可愛いって思われたいために、加工アプリを使って可愛くして写真上げてさ、リア充アピールしてさ、でも男女ともにさ SNS やってない人がいいって言ってんだよ。 SNS って何のためにあるんですかね。飲み会来てくれる子結構嬉しい。普段さそんなに参加する子じゃないのにさ、え、あの子飲み会来てんなと思ったらテンション上がるよね。これはさ、男の子でも女の子でもそうじゃない。意中の人がさいたらさ、え、来てんの、へえ、なりや。逆に美容男子分かってない女はノー。男子は脱毛とか自分の体に課金したことあるとか聞くとなめんなと思う。いやでも素敵。確かに時代が変わってさ、竹もさヒゲ脱毛しよったりとか、脱毛をしてる男性って結構今私の周りとかでも多くて、確かに言いがちやったりするんだけど、うちらもいつまでもそのスタンスじゃダメやなって思った。前と比べてさ、美意識高い男子とか女子の気持ちを理解しようって始めたりするきっかけになってる子とかもおると思うし、うちらの意識も変えないといけないから、男子やけんこうとか女子やけんこうとか女の子も女の子で言っちゃいけないなって思う。それを男子から言われて言ってくるやつがいたら、いたらの場合よ、いたらてめえのすね毛はよって言って言うけど、そうじゃなくて何も言われてないのに男子はさとかなんかぐち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 言うのは違うよねっていう話。言われたら100億倍で言い返せばいい。お前のすね毛はよ、お前の脇毛はよって言い返せばいいけど、言われてないのに言うのは違うよね。時代はね結構変わったよね。見返りを求めずに自然にいろんなことをしてくれるところ、自然に自分もしたくなる、素敵。男の子ってさ、こういう意見来るとなんか心綺麗やなって思う。性格が普通にいい。普通にいいっていいよね。普通に良くていいんだよ。あざとく変態っていう女の子、オスの心に火がついてたまらん。この返答だけにさ、男味がすごいもんね。くすみが詰まりまくってるもん。おバカっぽいけど実は賢い人、こういうの好きよな。なんかちょっとアニメの見すぎかなとか思うんですけど、なんか普段バカっぽいけどテストでは学年1位ですよみたいな、私お勉強できますよみたいな、ちょっと女の子からねしたらちょっとこういう女の子ってあざとくないとか思っちゃうんですけど、まあ男の人は好きだよね。女の子と話す機会が全然なかったからこそ愛想よく話してくれる子は嬉しかった。確かに誰にでもちゃんと目を見て愛想よく喋れる子って好感度を抱かれますよね。てか普通にマジモテる。困っている人を助けた時、私はこう弱い立場の人に手を差し伸べる人大好きですね。男女ともに。ご飯を食べる時、誰も見てないとこでもいただきますとごちそうさまが言える人、確かに可愛い。誰も見てないのに一人で机向かってる時でもいただきますってちゃんと言って、
ってる姿を見たら抱きしめたいもんね、後ろから。お前はよーって抱きしめてやりたくなるよね。はい、ということで最後です。圧倒的バブミバブミ男子好きよな。バブミ系っていうかさ、大人っぽい人でもちょっと子供っぽい姿を見てキュンってしたりとか、大人だけど甘えちゃってるよみたいな、こういう人がバブイだみたいなシーンを見るとキュンってするってことでしょ。まあわかるけどね、言いたいことは。これ男の人でも女の人でも一緒のことじゃない。はい、ってことで男子が好きな女子の内面モテする特徴を聞いてみましたら、はい、今回も学びがとても多かったですね。なんかね、女の子よりも結構男の人の方が冷静にこう内面に対してこう見てるなって思うなって私は意外と思うので、結構女の子の方が勢いで好きになっちゃったりとか、多少クズでもいや、いいわって思っちゃったりすること多いと思うけど、男の人の方がなんか意外と女の子の内面見てたりとか、内面で沼ったりとかするなって思うので、もうそういううちらこそちょっと気をつけて、意中の彼を仕留めるために内面も外見も投じて磨いていかないといけないなって思うので、ぜひこの動画を参考にしてください。いつもご協力ありがとうございます。男の子視聴者、本当にね、もう貴重な男性視聴者なので、よろしくお願いします。動画だけ見てくれてる男の子もいると思うので、よかったらこういう募集系インスタグラムで募集をいつもしてるので、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。定期的にストーリーで募集をしてるので、ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。あと、こういうアンケートでミネ撮ってみたいなのあったら、ミネのインスタに DM してくれたら採用するかもしれないので、よろしくお願いします。はい、ってことで今回の動画は以上です。バイバーイ。